神奈川県のやっぱり元祖何は突撃予備校。わーいわーいわーい。いいでしょ。それ何やねんそれ。いやそんな空気悪いなとか言ってたから空気いい空気にしてあげたんだよ。お前が早やれやとか言うから、わざわざ俺がテンション上げていい空気にしてあげたんじゃないですか。タバコ吸うなお前。吸い終わったんじゃ。まあ吸ってたよ。吸い終わったんじゃ。タバコ吸うなよお前。まあその謙虚謙虚さんやめましょうほんまに。でお前が悪いやろそれは。早やれとか言うから。今週何がありました。無視して話進めてるやん。そんなライブなかったっすよね。でもマジ何もなかったんじゃん。無視して話進めてるやん。もうすぐ全員おじさんから K プロか、 K プロライブあって、安藤さん大喜利行ってますねこれ、うん、シード、うん、横浜までどうでした。無視しといて話売るんかよお前。俺のタバコの話無視しといてお前答えとくのかと。答えんかも。まるでシードが良くなかったみたいになるけどな。ならんよ。じゃあ答えた方がいいです。なんでこんなことあってんねん。でもその安藤さんだけっすもん。え？じゃあ俺は早やれやって言われてんねんから。最初で早やれやって言われてんねん俺は今。シードどうですか。じゃあ最初で早やれやって言われて初めて、お前が最初タバコ吸ってたから、はい、なんじゃお前って、はい、俺無視されてんねん今お前。大喜利ってやっぱり。じゃなんで無視できんの。大喜利だけのライブですよ、ね。なんだそれ。やばい記者会見やその無視して全部質問して。どうですか。じゃあ。いや俺の質問答えなそれは。何の質問って、質問ありましたか今。あなた言ったら事実だけですよね。何か質問は僕の方にありました。どういうつもりや。あ何がそのどういうつもりで早く始めろって言ったかってことですか。そう。いや早く始めてほしいなと思った。じゃあそう言ったらええやん。だから早く始めろ。早く始めろやって言うんかよお前。早く始めてほしいやつに。早く始めてほしいやつにタバコ吸いながら早く始めろやって言うんかよ。早く始めろやって言うてましたよ。でも僕はこれはひどいですね。さすがにそれがひどいかどうかはちょっと分かんないですけど定かではないですけど、うん、僕は言うてました。でも早くせえやって言うてたよな、はい、言うてたよな。早くしてほしかったから早くせえやって言うてたよな。言うてましたよ。いやあれちょっとそこだけなんか聞いとってなんか素材として使ってほしいな。ああその実際どんな感じで言ってたかってことですか。そうそれダメよ。なんでイメージが悪いんだよ。もっともっと別にそのイメージよくないやん。やっぱこの聞いてる人はじゃあほんまに言ったんかどうかなんか分かんないじゃん。だってこんな、うん、お笑いですからね。プロレスですからこんなもん。やけどそのほんまに証拠出してプロレスとかいう言葉使ってどないすんねん。ほんまに証拠出してほんまに証拠出してどないすんねんって話なんですよ。じゃあ会ったことはいいや。会ったことは会ったことはありましたよ。うん、あるやとか言われてさ。でもその切り抜きするでしょ。その前後の文脈とかなく全だってもともとその前がなかったやんお前。だってちょっと早めやれやって言った時点でもうスタートやったやん。いやじゃあ始まってもういつでも行けますよっていうのがそのあったから、もう行けんねやってなって、うん、早行けやって、うん、ちょ早せえや。ちょおかしいやん。そうなんよ。だって安藤さん文脈ついた方がいいし悪いよ。安藤さん風穴開けるずのって言わな始まらへんねんから。いやだからその言う前に嫁が早や間髪入れず早やれやって言うから、お前それじゃあまず謝ればいいんすか。謝ったらじゃあそのシードの感想言ってくれるんですか。ちょねえ、まあまあそうっすね。野口さんどう思ってるんですか。僕謝ったら安藤さんじゃあシードのこと言ってくれそうっすか。そう野口さんそう思います。そうか。何の答えも何て言ってほしかった。これそんなに言うの何て言ってほしかった。何も別に正解はない。正解じゃない。じゃあそのテンション下がんなよ。よかったよかった。違う回答来たから。謝ればいいんですかって聞いてるんですよ俺は。謝れば。いや謝ったらどうこうじゃないか。謝ったらそのシードに。違うだから言ってないとじゃなくて、そう何やったあれっていうのを無視して進めるから。何やったあれって早く始めてほしかったから。始めてほしかったら早やれやって言うんかお前。早やれやって言うてたやんか。え言うてたでしょうが早やれやって。お前早やれやって言うてたでしょうが。早く始めてほしかったから。お前は言うんかじゃなくて言うてたんですよ。もう言うてんすよ。でも使われてないからそこはちょっと気抜いて。いやそれはだからおかしなるって。なんでそれ夢や。随所におかしいやん。随所に挟んでほしいやん。いやほんまにその着ぐるみとかの中見るタイプの人。うんな何が正体暴きたい、ね、うん、正体を暴きたいの俺の。いやいやでもお前
いや、違う、お前のその、そんなそこはミッキーがさ、ミッキーがさ、うん、はい、僕ミッキーって言うやん、うん、それと一緒に別にお前、着ぐるみのさとさ、発言別に合うてんで、うん、はい、僕ミッキーって言うやん、ミッキーって、はいはい、そうで、コブラの、はやれやお前は、そのコブラのな、そのセリフと一緒やから、そのミッキーが、それはやっぱトーンとかもありますやん、はやれやお前は、コブラの、あの、ミッキーのはい、僕ミッキーとコブラのはやれやお前は、そんな言い方してない、キャラに合ってるってこと、キャラに合ってる、キャラに合ってるじゃなくて、そんな言い方してない、まだよ、まだやってるやん、一回こう確認してほしい。まだモリモリにしてるやん。はこれ使えるってことですね。これ使えるんですかね別に。いやいや使わさへんよ。それなんでな。夢が壊れる。いや夢ないってお前。ディズニーやったら。お前の夢それやん。やん逆に優しい扱いしてる方がね。だからもっと暴言吐けやと思う。そういうことがほんまにあったかどうかなんていうのはそのメルヘンの世界で言わないです。ディズニー。ああまあ。それをほんまに夢ましょうみたいな感じでやったとって。みんなが夢から覚めちゃうよ。いやいや覚めへんよ。冷めへんよ、だってほんまやったーってなるだけならほんまにそれはもうほんま酔った、だからネッシーかしらほんま酔ったほんま酔ったあーあーってなる、だネッシーだって見つからんからええねんもある、いや見つかった方がええやろ、だからもうその証拠なんかほんま出さん方がいい、いやそれはもうほんまに良くない、そうなったらもうほんまにもう何もう何も喋れんくらい喋るでお前はいやほんまにお前は喋るで、それはもうほんまにみんなの夢壊しちゃうんで、うん、それやめましょう、別にお前に夢見たやつおらんけどなこれは暴言じゃないよ。ああ、これはね。そうちょっとこれだ、これちょっと審判は。夢じゃない。審判ちょっと増えてる。いや、今のは、ファール。あの、カードは出さ。カードは出せよ。カード出せよ。ギリギリな。はい、ちょっと、警告。足かかったぐらい。警告みたいな。警告。赤いよ。中東の笛やな。カード出さない。そこは出さんから。俺の時もすぐカード出るのに、なんでこいつの、誰もお前なんか夢見てない。お前、いや、あれは日本対北朝鮮のあれぐらい。かけてくるから、バーン！おかしいやん。お前そっちやん。あれぐらいやな。あれぐらいやな。コブラはあれぐらいやな。あれぐらいやな。そういうこと安藤さんも言ってんねんから、言われてもしゃあないやん。お前あれや、日本側の水飲んだりしてるやろ、お前。いや、お前も言えない。日本側の水ってやっぱ飲んじゃう。そこまで悪いことやってへんやろ。いや、これはちょっとほんま今のは良くないけどな。普通に。良くないか、お前。もう良くないかな。まあまあで次元気玉か。いや俺は言わへんみたいな。え？シードかな。シード言わへんみたいな。いやそのやめてください。そのシードの感想薄かったからカットした感じ出したんですか。え、なんで？なんでそんな嫌がらせ、その嫌がらせもするんかよお前。なんでそんないろんな角度から嫌がらせ思いつく。すごいよなでもな。たまにあるよな。こんな角度から嫌がらせ思いつくんやって瞬間めっちゃあるわ。最悪や。まあそのなんかもうその仲良くやりましょう。結論ね、結論そうやな、それは言わないと俺別に、絶対仲良くせえへんって思ってへん、それはそう、ほんまに罠が多いねんもんだって、ほんま安藤さんがちょっと最近多いっすよね、ほんまなんか俺のそのジャグに対してその胸ぐらつかんでおこうかな、ジャグやるちさ、ジャグさ、待ってくれ、なんでジャグ打つねん、マスいや、そりゃそこに人おるからね、お前がそのそれはなんかまるで自分だけみたいなのはやめた方がいいっすよ、それは俺の周り全員食らってんすか、いやいや違う、そうだけど一番だこの辺でやってるわけやん、そのまあまあね、 10年ぐらいジャブ食らってるわけやん俺、はい、10年ジャブ食らってたら俺もカウンター打つよ、そらそうだけど信吉さんだってそんなん全然食らってますよ、信吉のカウンター打ってもな、ちょくちょくな、僕もあまあまあまあ、うん、まあまあまあでも、でもそれでも俺やっぱりファイティングスタイルが違うから、信吉はバッて食らったやつを大振りで一発やるけど、うん、俺はその来られる前にうるれって、いやでもそれ僕信吉さんもやってますよマジで、いやだから信吉はそうやるよ、ファイティングスタイルとか関係ないんですよ俺は。そのお前なんでそのお前は俺は関係ないけどなんで俺らの方には制限あるんだよ、じゃあいいっすよ、どんなファイティングスタイルであろうが、うん、俺の周りのったそのジャンプ食らうんですよ、いやいやだから離れろもう俺から、違う一人にさせてくれ、なんで違うお前自分攻撃するのなんでこっちが反撃したそのやめろって言うね反撃すんなって言うよ、それはおかしい、反撃すんな、変な団体みたいよお前、いや全然そういうことない、変な社会の団体みたいな、私たちに攻撃してくんなの、なんか変な社会団体みたいで、確かに攻撃なんかその落とし所が分かんないんですよね結局その時って、ね、どういうこと、うん、なんかもうほんまに怒ってくれたら、うん、あでもそれムカつくな、そうやなそれはな、まあ、うん、なんだなこいつってなるか、うん、なんでしょうね落とし所どう
安藤さんとは一番難しいっす。ほんまに落ちないんで。こっちはもう、こっちはもう終わろう終わろうとしてんのに、まだずっと走ってたりして。違う。お前のタイミングで終わられて、もうこっちもうやりだしてんねんから。なんでそ、じゃあ、そうやりすぎですよって言われても、なんでお前勝手に終わってんだよ。じゃあなんかもう飽きてきてんすよ。こっちはもうそこで終わろうとしてるから。最悪。その先に行ったら。じゃあなんかもう話が正直何の話か分かんなくなってくるんですよ。最悪よ。長すぎて。ほなまあまあ、こっちが。結局最終的にまあまあ何でも一回になるんで。これなんか難しいよ。どうしてんのやな、福田とかは。いや、あいつはその嫌な人ですって言ってますよ。まあまあ嫌な人です、みんな言うてます、それはもう。嫌な人やもんな、でもほんまに。仕方ない、それはもう。ほんまに嫌な人やもんな。だからそれをする意味あんのかと思うんですよ。違う、そのこっちもすり込まして、すり込ましてしょするやつが。違う、すり込ましてこっちもだから、そのさ、バッバーンってジャンプ立てるやん、ずっと、まあ、バッバッバッバーンって。いや、でさ、ジャンプちゃうやん、そんなパンパン、そんなジャンプちゃうやん。体全体のやろ。いや、ほんまにこういう音とかでほんまに人をそうやって誘導する。ちょ暴力的な音で。これは俺ほんまに何年も前から言ってるけど、ほんまなんかその色をつけようとしてんのよ。違う俺は違うと。じゃあだからそんなことないと。みんなでも色つけんと対応の仕方わからんやん。だからうーん、だからそう、あれやで、あの結局さ、あの天然ガスも、うん、あの色なくて、じゃあ匂いか、いや色かなくて、で危ないってわからんから色つけんねん。匂いか、匂いつけんねん。あの、そう、危ないってわからんから、うん、天然ガスが、うん、それ一緒やったから、うん、危ないガス、今回イコールガス、ガスガス、じゃあ天然ガスで爆発しちゃ危ないから、匂いで漏れてるかとかわからん。だからその色とか匂いをつけることによって、あ、今こういう状態なんですよっていうのを分かりやすく。誰が好きなんで。まあ天然ガスは、まあね、やつだって言うから、必要なもんやからな。そうなん、天然ガスは必要なもん。天然ガスは必要なもんやから。俺は別に。じゃあ匂いつけてんねやん。だけど、まあ、こういう状態やねって。うわぁ漏れてるね。いや、分かるって。だからその誰が好きなのって。そんなやつ。インフラやで、お前。いや、ただ天然ガスはな、ガス、天然ガスじゃないの。ガス、お前が色つけたんや。で、違う、だから今こういう状態ですよ。でも安藤さんの教え通りの笑いやってるだけやからな。お前、俺に賛同したことほぼないやろ、お前。ないやろ。なんでそんなせなあかんねんって。だって最近は確かにな、もうなんかみんなさ、大人ってさ、まあまあね、折り合いつけるようになってきたらさ、初期とかさ、それ自分もや。いやいや、それはそう、だからみんなそれ。安藤さんって俺の意見に賛同したことないでしょ、別に。ないやんか。それあるよ。いや、こうやろうかって言って、いや、そう、お互いや、それでもやって。でもそのお前が言うから、そのそう、言われた通りやってるって言うから、だからそれやめましょう、もう、うん、お前が言うからとか言うのやめましょう、うん、もうそれはもう。じゃあ何もう言わへん、うん、もうそれはもうほんまお互い一個なしにしよう。なんかもう多いわ。じゃあそれ、じゃあそれ言わない。前も言ったやん。だからもうその、はい、一回もリセットしようと。飯一回終わったのから、お前一回ちょっと忘れろ。無理や、無理やね。その言われた通りにお笑いやってますとか言うから。もうさ、でも罪状が多いね。違う、だからそう、言わんかったらええだけよ、マジで。いや、言わんかったら言わんかったでやで。何、寂しなんでな。寂しなの。あ、ほんまに。だってもう俺はこうやって嫌なことを言ってあげて、そのなんとかみんな頑張れてるわけじゃないから。そう、じゃあだってそう言うやん。だってその何クソやん、何クソ精神。違う、何クソ精神。コンプラ、コンプラ。いや、ほんまなんか教えてもらってとか言うやん。そんなわけないの。何を。ああ、笑いどうしよう。僕はもうお前マジで安藤さんにもそんなわけ、歩き方から全然。どこがやねん。どこがやねん。もうこっからだから、もうほんまにコーナーやから仲良し恋しでやっていきましょうね。よし君、極端やん。よし君、極端にやるからやつ。だってだからこっから俺急に安藤さんのことよし君って呼び始めるっていうことね。おかんしか呼んでるよ。まあ、おかんみたいなもんやからな、お前。どこへ、後半。それやるからや。それやるからや。お前違うやん、違うやつ。まあ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 ね。まあ多いな。なよ。いや、もうコーナー行きましょう。もうコーナー行きましょう。もうコーナー、はい、コーナーね。はい、コーナー行きましょう。やっぱお便りのコーナーなんですけどもね。はい、お便り来てるんですか。いや、まあ、来てるは来てるけど、ちょっとね、
ちょっと DM 届きましてね。あ、はいはい、DM で、はい、すごい。ちょっと令和のマリティンですからね。はい、ありがとうございます。はい、ちょっといつもまあまあ見てますみたいな内容なんですけど。はいはい、いいじゃないですか。まあなんかその思いがあるんですって、俺らのラジオに。あ、そうなんですね。なんかそのもっとお便りが届いてほしいみたいな。すごい、あ、いいっすね。はい、それでなんかちょっとなんかコーナーみたいなのね、送ってきてくれてるんですよ。そう、それをなんか紹介してどうするんかをね、やっぱ俺らで決めていこうということじゃないですか。そういう感じですよ、うんうん、ちょっとじゃあまあ呼んでいきますか。はいはい。なんか送りやすい、だからこんなあればそのなんていうの、内容的に送りやすいですよみたいなことを送ってきてくれてるのよ。へぇ、ありがたい。はい、それをだからもしよければっていう感じで、はいはい、うん、来てんねんけど、それだとまあお二人がどう判断するかというところにはありますよ。お二人いや、俺が今呼んで、はい、小倉信義がどう判断するかっていう、採用か。なるほどね、そういうのを判断してほしいという。はい、分かりました。はい、はいはいはい、まず1個目ね、コーナー、はい、あれいらんねん。あれいらんねん。はい、はい、趣旨、かつて漫才のつかみに関して三浦マリノさんにあれで40秒無駄にしてるんやからと言われたエピソードが有名です。有名なんかな。まあ言われたよね、マリノさんに。まあ言われましたね。リスナーが無駄にしたと感じるエピソードや無駄やと思うことを送る。うん、はい、まあ、うん、例で言えばいいなと思う女の子とご飯に行き、3回目のデートで告白しましたが、うん、振られてしまいました。うん、奢ったご飯トータル3万無駄になりましたみたいなね。これが無駄ではないですけどね。え、その仕方ないんで。いい男なのか、うん、これは経験、うん、これはもうしゃあないよ。あ、まあまあ、だってその、うん、取られたのもしゃあない結果論やからな、これ。まあまあまあね、だこれはもう真の無駄ではないけどな。あ、うん、あ、次の例もある。はいはい、カッペ焼きそばを食べようとお湯を入れて3分待ち、うん、いざゆっくり湯しようと傾けたら蓋が開いて麺がすべて排水溝落ちてしまいました。まあ、これはだからまあ無駄にはなってるけど、うん、なんかそういう角度のやつなんかっていうことですよね。ああ、なるほどね。卵を買って落としましたとかでもいいのかと。ほんまに無駄にした。ほんまに無駄にした。ほんまの無駄や。ほんまや。ほんまな。ほんまの無駄やな。だからここはそのマルティス、これ練り直しよう。練り直した。うん、だからこれやから、これでだからそういう議論をしていくっていうことなのか。あ、もしかしたらそういうことね。あ、うん、いいじゃないですか。無駄、これ無駄か無駄じゃないか。なるほどね。うん、みたいなことかな、このあれいらんね。こういうのやったらもう安藤さん一番得意ですよね。3回目のデートで告白しましょう、振られてしまいました、おごったご飯代トータル3万円無駄になりましたとかやったら、うん、安藤さんもね、無限にエピソードが出てきますよね。え、どういうこと。女の子とやっぱご飯よう行ったりしてるから。ああ、いや無駄やと思うことはないけどね。でもその、じゃあ無駄じゃないってことですよ。じゃあだからその誰がさ、ここでその無駄か無駄じゃないかのとこでそんなちゃうやん。俺なんかその女の子とご飯行ってるとかのところでもっと来るんかな思ったら、無駄か無駄じゃないかで話してるんや。じゃあ行ってるよ、行ってるやつ、行ってるよ、行っとき。それで言ったらご飯代じゃないよ。行っとき、だって俺らから金借りて女の子とご飯行ってたやんか。それは俺らに言わんとよ。そうやね、この人。俺がその調査して、調査さ、なんかあいつら違う。匂う。なんか勘違いしてる。直接使ったわけちゃうで。あ、違うんですよ。それを生活に当てて、結果浮いた。浮いた金で。浮いた金で。頭いいね。頭いいね。マネロナリしてる。めっちゃこれ。資金洗浄してるから。資金洗浄してるから。一回別のとこやって、あの綺麗な金にしてから出してるから。そういうことね。それでもそういう、そういうことじゃないですか。だからそれで言ったら、でもホテル代でそのさ、はいはいはい、なんていうの、でもそこっすよ、多分そんな話っすよね。ホテル代で女の子が高い部屋がいいって言ったから、高い部屋のホテルをわざわざ取ったのに、うん、エッチできませんでしたは無駄になってるよ。ああ、まあまあね、まあまあね、あ、それはそうっていうところの無駄さよな、多分引っ張られる感じよな。相手、まあ、俺はやっぱ女性が満足してくれたら、まあそれで無駄やと思うから。まあ俺は思うねん。強行性みたいな。強行性関係ない、俺やっぱその男とか女関係ないから俺は。いやでも確かに、でもその何やろな、何が無駄なんか、そういう時って。まあまあまあ、ね、他のコーナーもあるんじゃないですかね。まあこれはね、すごいね、なんか、はい、わかりました。
やつ、風穴を開けよう。はい、はいはい、言いたいことも言えないこんな世の中だからクソ、凝り固まった考えも組織や状況に新しい風を吹き込むべくリスナーが言いたいことを言う。会計で俺が払うよって言ったらすぐに財布をしまう女、ふざけんな、令和の男女は割り勘の事態だろう。なんかあったんかこれ。これでも令和すごい、なんかでもこれでも良くない女と飯行ってるなこいつ。あ、うん、大概のこうしまわんくない財布。まあ、あまあまあまあ、そうそうそう、しまわんな。てか払って払おうという意思はあるよな。だから、うん、俺だって奥さんとご飯行った時、俺の方が結構早めに財布しまってるの。あかんで、出すわ。いや私出すで、出すのもこの早さでも財布いやいや、あと1ラリーはせんだ。そんな、いや、なんかそうなったらなんかほんまに出さなあかん感じになるやん。え、な、2位は大丈夫だって。いや、その2位は大丈夫や、でもあんま良くないで2ラリー目、2ラリー目は。なるほどね、でも風穴、まあまあ、まあいいっすよね。先輩が後輩におごる文化に納得いけませんって言ってた。結婚してて、小遣い3万円でやりくりしてんだよ、ふざけんな。確かに、うん、ね、でもこれじゃあね、俺ら芸人やからな。ね、確かに。続いてね、安藤さんにおすすめします。お、安藤さん、誰かに言われたら突然アイドルになったりポエムを書いたり YouTuber になったりする安藤さん。そんな人として軸がない安藤さんにリスナーをおすすめを紹介する。何これ。いいよ軸ないとか言われてる。安藤さんに否定せんな。いや、ごめんなさい、普通に聞いてました。普通に聞いてました。否定せんな。安藤さんにポイ活をおすすめします。投資とは違いポイ活はノー、ほぼノーリスクです。始められます。こういうのは地理つもです。あと今よりも賢く見えます。で、安藤さんにサウナをおすすめします。サウナ、水風呂が息よく順番をきちんと守ったら整う感覚が分かります。これは体験しないと分かりません。ストレス解消にぴったりです。へー、これいいんじゃん。僕いいと思いますけどね。軸がないとか言われてる。でも普通これ多分マジで一番何もしてないやつがさせられるほんまやな。これね、これ普通は取り用内で、お前ほんま何もせんから、お前こういうのやれよって言って、やらされるコーナーを、まあ、一番やってるやつがするっていうまあまあ、でもまあ貪欲ですよ。それこそ、ね、一人でライブ出たりしてるやつがほんまやな、ほんまやな。ネタとか作ってでもなんかライブ的にはええ感じやな。だけどなんかすごい、まあ、ね、なんかね、まあまあいいんじゃないですか。良さそうですね。ね、まあ安藤さんがなんかやれば、まあまあ言っちゃいいんですよ、別に。なんぞ雑な感じ。なんぞ雑な感じ。信吉ナンバーワン決定。僕ですね、はい、信吉さんが芸名に日本代表を使っているが、はい、何の日本代表なのかわからないリスナーが多いので、はいはい、信吉さんは勝手にナンバーワンに選出し日本代表入りを目指す。信吉さん、子供の運動会でかけっこのゴール前に保護者が大量にいる中、はい、最前列でカメラを構えるお父さんナンバーワン決定。信吉にを例えて決定してるね。決定、なるほどね。信吉は例えて、例えて、うん、だからその最前列でカメラ構えるお父さんっぽいから、うんうん、ナンバーワン決定。全然理解してないよ。だから子供のお父さん、僕は誰、信吉、ね、をみんなが例えてナンバーワン決定するんだ、それの中の。ああ、そうなんだ。ああ、そう、僕はゴール前でカメラ構えてるお父さんっぽいから、ぽいから、うん、それナンバーワン決定。でよしって僕が言う。違う、お前が選ぶ。あ、僕が選ぶ。これ確かにな。よかったな。あ、そういうことね。信吉さん、なんか地元の丸丸くん似てると、高校で毎回女の子言われる男ナンバーワン決定。高校とか言ってるな。で、あんまり。あ、けどいいじゃないですか、これ。僕なんかね。続いて、最後ですかね、これ。はいはい。リスナーの男道。風穴開けずの YouTube チャンネルで話題になっているショート動画コブラの男道シリーズのスピンオフ企画。リスナーがコブラさんになりきり、コブラさんがイースのセリフを投稿する。円満な夫婦生活において一番大事なのは何か分かるか、嘘つかない、うん、我慢、全然違う、うん、シリなんよ、うん、男はな、決められたルールじゃなく女のシリに敷かれろ。どうしたら彼女ができますか、うん、で出会ってデートして告白するだけやん。目の前にある問題を難しくしてるのはいつも自分なんや。こんなの 1+1 は2ぐらい、誰でも解ける簡単な問題やねん。俺でもこんな難しいこと言えへんけどな。コブラの男簡潔に、簡潔に出るスピンオフの方がしっかりしてるやん。これでもいいか、でもこれでよかったらさ、男道の方に採用する。あ、ほんまや、これほんまや、すごいや。あ、これありやな、募集して。いやいや、これを超えるや
つをお前が自分で出すっていうことになる。負けじと。なんで？違う、俺試写のやつ出せよ。だからもうそのなんでの、こんなもんだってもう今から素材が来るって言ってんだよ。いやいや、これ、これ、これにしよう。負けへんようになんでなんでってない。なこれ僕はこのコーナーが一番いいと思いました。いやいやいや、ちょこれはちょっと魔法油にして。なんで俺これが一番いいって言ったのに。ああ、まあけどね、どうするかやな、でもこれをどう採用とかいう。いやでもリスナーの男道やりやすいと思うでな。まあまあまあ送りやすくはあるよな。でもその感じ的な、ちょっとあれだってマジで大喜利っぽい感じではあるよな、ちょっとな。何でもいいんやし。何でもいいだって俺が一番滑っとんやから。俺より滑ることはもうないんやから。まあまあ大喜利っぽいよなこれやったら。じゃあそうするか、この間勝負でもいいよとか、そのみんなが出して、うん、来てくれたやつ。あ、だからそのうん、そうやな、だから俺が先に取っとけばいいわけよ、そのお題を。あ、お題を発表して、うん、このラジオ収録までの俺が豊木に言って男道取っとけば、うん、それであのみんなの答えはこうでしたけどつって、うん、その次の週ぐらいに上がる俺の男道が、うん、そのそれっていう連動させられることができるわけですよ、ね、そう、だから質問とかな、それをだけ決めといてってことか。ああ、そうだね。そうそうそう、テーマを決めて。確かに確かに。やるのはいいけど、だからそれがその安藤さんの言うところのその不正を防ぐ方法ではある。不正やと思ってんねや、うん、自分でそれも。でも俺でも全然あの使えるもん使うよって。ああね。まあ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 、ありじゃないですか、これ。信義ナンバーワンも良さそうやけど。そうっすね、ナンバーワン。じゃあ信義ナンバーワンにしますか。決まった。決まった。何個か使ったんや。いや、何個もコーナー絶対無理ですって。2個ぐらい。2個ぐらいかな。コーナー1個でしょ。え、マジで？だって普通歌あるんですよ、こっから。あ、そうか。今、配分バグってますからね、これ。そうだか。だから最初の、うん、コーナー2個ぐらい欲しくない、うん、どうですか。そう、けどこれ捨てがたいよね、編集的には。なんか1個なのか2個なのか、コーナーコーナー、うん、1個か、1個か、それは1個でしょ。だって今日もこれ行くまで今のところもう30分のラジオでもう40分かかってるんですよ。確かにな、編集大変やな。どうする、じゃあだから、うん、まあとりあえず最初、まあでも小村のとか飲み物にするんやったらじゃあその風穴開ける系でもいいですけどね、全員のね、あれいらんねん、風穴開けよう、あれいらんねん、あれいらんねん、あれいらんねん、無駄エピソード。何からいけますか、送りやすいやつから。まあとりあえず安藤さんポイカツで、ほんじゃポイカツ、ポイカツないよ、ポイカツのコーナー、ゼロからのポイカツやる、うん、ゼロからのポイカツのコーナーないね。あの、いいポイント教えてくださいじゃない。家のものを全部なくしてみました。説明しますか。まあいいんじゃないですか。だからほんまになんかもう、うん、安藤さんが一番言いやすいっすよ、みんなも。うん、だって俺とかやったらまたなんかやーやー言うかもしれんし。そんなかわいそうやん、せっかく送ってみて。安藤さんのうん、なるほどね。そうしよう。じゃあもう安藤さんにそのおすすめ、うん、なんかね、はいはいはい、何でもいいことにしよう、その代わりその、うん、別にもうほんま何でもよくて、ほんまほんま、自分が最近ハマってることとかを、うん、安藤さんに教えてあげて、ほ、うんで安藤さんがフルボッキするっていうコーナーにしましょうか。そうそう、なんでそんなことせなあかんねん俺が。いやいやいや、なんでなる可能性はわからん、内容によってはそんな、お前俺の状態とよ、そんなん言ったらもうエロのやつ来ますよ、来いよ。エロいだけやエロコーナー、エロコーナー、エロコーナー、スケベロだけやエロコーナー、深夜2時ぐらい桑田佳祐のラジオみたいなエッチなやつあったけど。で、ラジオちょっと変えましょう。はい、いや、それはもう案はあるんで。えどういう案。12回まで一応ワンクールっぽいのもやりたいから12回まではこのままでいきましょう。俺らワンクールとか意識してるんやったら大変だ、どんどん時間短くて15分になる。短15分になる、拡大はあるけど。ということで、じゃあ、あれかね、安藤さんにおすすめしますのかなね、しんがない俺におすすめするというコーナーでございます。それを送ってきてくださいということで、コーナーのお便り募集してますんで、はい、また来週、さよなら。